衆議院選挙の直前に維新の党との合流を働きかけたんじゃないかという話になってですね、いわゆる民主党全体で今回の代表選を国民にアピールしようといえば工業的な意味があったんですけども、エキビションマッチじゃなくて本当のタイトルマッチになってしまった。それは岡田さんのなさる技だと思うんですが、一方細野さんは初めて